これから動画編集をしたい方、必見です。皆さんこんにちは。今日もダビッチの館へようこそ。今日はご要望にお答えする形で、動画編集をするときにこれだけは知っておきたい10個の内容を一気にまとめて紹介していきたいと思います。今日紹介する内容は環境設定の内容からフェアライトでの設定まで10個項目がありますので、ぜひ最後までご覧いただいて、この動画を参考にしていただいて、ぜひ動画制作を楽しんでください。それではこの動画を最後までご覧いただいて、参考になったという方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントなんかをいただけると本当に嬉しく思いますので、よろしくお願いします。それでは早速ダビッチの方に参りましょう。はい、ではね、今日は動画編集をするときにこれは知っていたら絶対にいいよっていう内容ばかりをまとめて10項目まとめてみましたので、これを紹介していきたいと思います。最後までぜひご覧いただいて、これを参考に動画編集を楽しんでみてください。はい、それでは早速いきたいと思います。まずこの取り込む前にダウンロードはしてあるという前提でお話をしていきます。立ち上げるとですね、まずここにこんな画面が出てくると思います。本当に今日は必要な部分だけ、でもこれだけはあった方が絶対便利だよという部分だけをお話ししていきます。まずですね、何か素材を取り込む前に左上このダビンチリゾルブというふうに書いたところ、ここをクリックします。ここで必要なのが環境設定というのが必要になります。まず環境設定の中のこの中でユーザーというのを選びます。でここでビューアでグレー背景をしようというのをチェック入れます。もし入ってなかったらこれを入れておくことをお勧めします。でこれ何かというとですね、このビューアーというのはこれのことなんですね。ビューアの背景ですから、この周りなんですけども、ここをチェックを外すと全部真っ黒になります。で真っ黒になると何が弊害があるかというとですね、本来の画面の境目がわからないんですよね。例えばスマホで撮った動画、縦撮りした動画っていうのはフルスクリーンにすることは多分ないとは思うんです。そうするとですね、境目がわからないので、どこまで拡大したり縮小したりいいのかがわからないので、これを境目を明確にするためにこのビューアーでグレー背景をしようというのを入れておくと、この範囲内だけで編集が可能なので、これね非常に便利です。使っていると必ず分かると思いますので、これはねぜひおすすめしたい内容です。その次に今度はキーボードの設定です。またダビンチリゾルブのところをクリックすると、ここにキーボードのカスタマイズというのが出てきます。でこのキーボードのカスタマイズはオリジナルでカスタマイズすることが可能なので、そのやり方っていうのは他の動画でアップしてますので、そちらの方をねご覧いただきたいと思いますけども、どういうショートカットが動画編集にとってはいいのかっていうのをまとめてここにチャートを作りましたので、これをご覧ください。私が使っているショートカットキーの中でも絶対にこれは使うなっていうショートカットキーだけをまとめてみました。こちらをぜひ皆さんにご紹介したいと思います。特にこの QWE プラスマイナスっていう、こういうちょっとピンク色になっている部分っていうのは新たに自分でショートカットキーを足したものです。この黒い方っていうのは多分もともとダビンチリゾルブで初期設定でもショートカットキーがあるものだと思います。この赤いものだけ、ちょっとピンク色のものだけは自分でここに割り当てましたので、これを割り当ててみて使っていただければと思います。でこのショートカットキーのこの表をスクリーンショットをしていただくとか、まあもしできるんならプリントアウトして、最初のうちだけねこれをちょっと参考にしてみてください。はい、でこれを使うと、まあこんな風に両手でこのショートカットキーを使うことができます。このショートカットキーを使うっていうのは何がいいかというと、動画編集がすごく早くなると思います。まあ、使っていくとね、いろいろとどういう風な作用がするのかが分かってくると思うので、今回はねこれ一個一個は説明しませんけども、知っておきたいショートカットキーっていうのをまとめましたので、これをぜひ参考にしてみてください。はい、では次にいよいよデータを取り込んでみます。ここから今度編集に移るときは、まず最適化メディアというのを作成することをお勧めします。特に初めてこうダビンチリゾルブを使う方とか、動画編集って今までやったことないよっていうような方にとっては、それほどハイスペックなパソコンを持ってないんじゃないかなというのがなんとなく想像できるので、
そういう方はこの最適化メディアというのを作成するのが非常にお勧めします。でこの最適化メディアを作ると処理が非常にスムースにいくので、これは絶対にお勧めします。ではね、最適化メディアの作成方法です。まず私の場合はこれを1回全部選択します。使いたいところ全部選択します。そしてこれ今全部選択したとして、ここに右クリックをします。そうするとね、ここに最適化メディアを生成というのがありますので、これをポチッとします。今1個だけやりますね。これを選んで最適化メディアを生成します。はい、そうするとこういうふうに画面が出てきて、パーセントが出てきて、残り時間とか出てきます。はい、今終わりました。でこれクリップが多ければ多いほど時間がかかりますけども、最初だけ時間かかれば途中の処理は非常に早いので、この最適化メディアというのを絶対におすすめします。はい、ではね、最適化メディアというのはできたという前提で、次におすすめするのはタイムラインを広く見せる方法です。はい、ではね、今タイムラインにクリップを入れました。でそうしましたらね、この画面のだいたい半分ちょっとがタイムラインになるんですけども、ここをね縮めればこういうふうにいくんですが、例えば何かこれを編集したいっていう場合はこのインスペクターをクリックするんですね。そうするとね、こういうふうになります。インスペクターを表示させると画面のねだいたい3分の1ぐらいしかこういうふうに編集画面にならないんですね。非常にね編集がやりづらいです。ここでおすすめする方法は、メディアプールはねしょうがないとして、このインスペクターの実際に使うっていうのはこの変形とかね、この合成とかオーディオの部分の上の方だけなんですよね。実はね、この下の方というのはあんまり使わないんですよ。非表示というかね、隠すことができます。それではね、このタイムラインを表示されたら、ここの右上のこのボタン、ちっちゃくてよくわからないんですけども、このボタンを押します。はい、そうするとこのタイムラインが今のインスペクターの上に来る形で表示されます。こうすることによって少しでもこのタイムラインを長く見せて編集を楽にすることができますので、これもおすすめします。はい、ではね、次に例えばこういうところで大きさとか位置を変更した後にその変更を戻したい場合、文字のところをダブルクリックします。そうすると変更した数字が初期値に戻ります。これものすごく使えます。なのでこれは絶対に覚えておいた方がいい一つの操作方法、マウスの操作方法ですので、これをぜひ覚えておいてください。今のダブルクリックとここと何が違うかっていうと、このボタンは今まで設定したものすべてクリアしてしまう、最初に戻してしまうというボタンです。一方ここのズームのダブルクリックはその場所だけを設定する、元に戻すという方法です。文字のところのダブルクリック、これはね非常に使えるので、これはぜひ覚えておいてください。はい、次に調整クリップというのがあります。エフェクトライブラリを開いて、ここにエフェクトというのがあります。これをクリックして調整クリップというのがあります。でこれ何かというとですね、今ここに調整クリップを置いただけでは別に何もないんですね。調整クリップの下のクリップ全てに対して色や形を変えることができます。通常動画編集するとこんな1個や2個のクリップじゃないと思うんですね。何十個となく並ぶと思うんですけども、同じ設定を他のクリップにも全部共通させて設定していきたい場合、一つ一つのクリップに設定するんじゃなくて、この調整クリップに設定して全部のクリップの上にかぶせていくと、そうすると他のクリップも全て同じ設定で変更させることができます。一個一個こういうふうにやんなくてもね、この調整クリップを使えば1回で済むというメリットがあります。はい、このようにね、調整クリップというのはいろんな場面で出てくるので、動画編集をやっていると必ずこの調整クリップというのは使うと思いますので、これをぜひ使ってみてください。はい、では次に、はい、こういうふうにね、何か音楽を入れたとします。これは音楽でもね、声でも何でも同じなんですけども、音声を触るときに、例えばここの切り替わり、ちょっとね音楽を流しますね。はい、これは今適当にやったんで全然つなぎは合ってないんですけども、ここをね少しでも滑らかに切り替えをする必要があるっていう場合がきっと来ると思います。でその時に必要なのが、このオーディオトランジションの中にクロスフェードというのがあるんですが、
プラスマイナス3と0、これしかないんですよね。クロスフェードっていうのは滑らかにこう切り替えをする音声のトランジションです。でそれをここには今0、マイナス3、プラス3、この3つしかないんですけども、実はねこれ隠れた場所にこのクロスフェードっていうのがたくさんあって、エコー音楽を2つ並べました。でその中間ここですね、今このマークになった時、橋のマークみたいになった時にここで右クリックを押します。そうしますと緑色のラインができて、6フレーム、12、24、48フレームのここにクロスフェードが出てきます。でここで好きなものを選んでみてください。はい、そうするとねこういう風にフェードがかかるトランジションが出来上がります。もちろんこれ、ね、もう少し伸ばしたりすることもできます。はい、このクロスフェードが非常によく使います。でこのクロスフェードの6フレームクロスフェード0とか書いて0デシベル追加とか、ここに0って書いてますけども、今ここで赤いマークがついてます。オーディオトランジション、これが今設定されてるので、これをプラス3にすると、ここを標準トランジションに設定を設定すると、ここが赤いマークになります。でここで右クリックをすると、ここにプラス3デシベルの追加というふうになります。でここの数字を変えるのは、このオーディオトランジションのクロスフェードで変えることができます。ではね次にフュージョンっていうのは、本当はねここにもたくさんあるんですね、便利な方法は。ただこれから動画編集をするとかいう方にとってフュージョンっていうのはそれほど重要な部分じゃないです。絶対に必要かというとそうでもない部分なので、ここのフュージョンは今回は一応ちょっと飛ばしていきます。フュージョンで作った動画っていうのはこちらのチャンネルでもいくつか上げてますので、ぜひそちらも参考にしてみてください。ではね今日はねカラーの方に行きます。このカラーはカラーを使わないっていうことの方が少ないので、まあ、このカラーをね今回はご紹介していきます。カラーホイールの使い方とかカーブの使い方っていうのは別の動画でまたアップしているので、そちらもご覧ください。今回はそこではなくて、ここで使えるちょっとしたテクニックみたいなのをご紹介します。これがノードと言いますが、このノードのところで、普通はこのノードっていうのはカラーを編集するたびにこう一個一個こう追加していくんですね。こういうふうにどん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 追加していきます。でいっぱいこういうふうにノードっていうのが出来上がって、それぞれの部分でそれぞれの役割というのを当てるんですが、このノードを作るときにここの部分で右クリックをしてノード追加を選んで、シリアルノードとかパラレルノードとかレイヤーノードを選びますが、右クリックを押してノードを追加、シリアルノードを追加というこの作業、今のこの作業をキーボードだけでできます。でこれが非常に便利なショートカットで、オルトキーを押しながら S を押すとシリアルノードが出来上がります。オルトキーを押しながら P を押すとパラレルノードができます。ノードの各種類についてはまた別の動画を参考にしてください。でここにマウスのポインターを合わせるとパラレルミキサーとか出てくるので、すぐに、ね、判別つきます。オルトキーを押しながら L を押すと今のパラレルノードと似たような形なんですけども、実はここがちょっと変わっていて、ここに合わせるとレイヤーミキサーというふうになります。はい、このようにこのノードをたくさん作ることになると思うんですけども、その時にいちいちここでマウスを押してノードを追加してこうやってやるのっていうのはものすごく手間です。なのでこれをねキーボードだけで操作する方法が非常に便利なので、これも使ってみてください。でもう一つ、例えばですね、例えばまあこういうふうにクリップ一個一個全く編集しないっていうことの方が絶対に少ないと思うんですね。でこういうふうにオリジナルのクリップから一つ一つ必要な部分だけ切り取って行くと思います。そうするとねこういう風にたくさんクリップが出来上がると思います。最初は1個だったクリップを切って必要な部分だけつなぎ合わせたので6個のクリップになりました。で1つのクリップをまず色調整をします。こう少し露出を加えたり色温度を加えたりしてカラーの調整をしたとします。で次にここのクリップに行くと色が全然違うんですよね。同じクリップ、もともとは同じ1個のクリップだったのにカットしてしまったためにそれぞれ別々のクリップという風になってしまいました。でもこれって1つだけ調整できてて他のクリップは全く調整できてないと色味がおかしいですよね。見てる方にとってはこれ非常に違和感がある変な編集の方法なので、
ここの調整した部分ね、この設定を同じクリップのやつには全部に調整かけたいなっていう場合ですね、いちいち今の設定を全部のクリップにやるっていうのは大変なので、さっきの調整クリップを使う方法もありますし、ここで一個便利な方法が、まだ調整が終わっていないクリップを選択して、調整を終わったクリップの上にマウスを持っていって、マウスの真ん中のボタンを押します。そうするとね、ここの設定が全部ここにコピーされます、ね、こういうふうにマウスの真ん中のホイールのボタンを押すと、この設定を丸々コピーすることができます。でこれも何回もすごく使うと思いますので、これも、覚えてみてください。じゃあね、これはあともう一個最後にフェアライトの部分でいきます。でフェアライトというのは音源に関しての調整をする部分なんですけども、ここの調整の部分というのは非常にたくさんあるので、これは全然今回は紹介できないんですが、一つだけここで使える情報として、ここに自分の声を入れたい、ナレーションを何か入れたいなっていう場合、今このままだと入らないので、それを入れる方法をご紹介します。声の音声を入れたいトラックを選択して、ではこのミキサーの部分の A2 の部分、ここに今入力なしっていうのいうふうになってますけども、ここを選択します。クリックします。そして入力を選択します。今使っているマイクの名前がここに出てくると思いますけども、それをクリックします。そしてこのパッチを選択します。はい、それでこの画面を閉じます。でそうしますと、ここにさっき入力なしってなったのが、今使っているマイクの名前が出てきます。はい、そうしましたら、今度はこのオーディオ2の R の部分をクリックします。このマイクの声がここの波形に現れます。あとはここの録音ボタンを押すと、今このマイクの声が録音されることになります。はい、では録音してみましょう。マイクのテストです。ワンツーワンツー、マイクのテストを行っております。聞こえますか？ワンツーワンツー。はい、そうするとね、今録音した声がこのトラック2の方に入りました。ちょっと聞いてみましょう。マイクのテストです。ワンツーワンツー、マイクのテストを行っております。聞こえますか？ワンツーワンツー。はい、このようにフェアライトを使って自分の声をナレーションのように後で動画に合わせて吹き込むことも可能です。もちろんこれはエディットの方に行ってもちゃんと反映されてますし、ここでもし必要ないものはカットしたり消したりするということも可能です。それではね、今日は動画編集にする上でこれはあった方がいいな、これはとっても便利なという内容だけ今回はまとめてご紹介してみました。参考にしていただけたら幸いです。はい、今日はこれだけは知っておきたい機能10個をまとめて一気にご紹介しました。本当はまだまだたくさんご紹介したい機能はあるんですけども、あまりこういっぱい紹介してしまうとわからなくなってしまうので、今回はね、この厳選して10個ご紹介しました。これが皆さんの参考になっていただければなと思います。おいおいね、またまたこれからこういう機能もあるんだよっていうのをね、動画の中でちょこちょこ挟んでいきたいと思いますので、ぜひいろんな動画をご覧いただいて参考にしてみてください。それでは本日のダヴィンチの館終了します。また次回のダヴィンチの館でお待ちしてます。それではさよなら、バイバイ。このチャンネルではダヴィンチの館のチュートリアルやカメラのお話などを中心にしていきますので、ぜひチャンネル登録をして、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた、さよなら、バイバイ。